山田忠実、男性、1953年12月27日体は、日本の空手や公認会計士、東京都出身、国際空手道連盟、極新会館総本部長、東京城西支部長、極新空手八段、東京都立と山高校を経て、中央大学小学部卒業、1971年8月、 富山高校3年生の時、大山マスタツ率いる極神会館本部道場に入門。大学進学後、第6.90.1112.14回、オープントーナメント全日本から手動選手権大会に出場した。山田は体が硬く、上段への回し蹴りなどは増えてであったが、三百刑事に匹敵する重量級の選手であった。 1980年11月、三日目と第12回全日本選手権4回戦で対戦した。山田は三日目の内股や大体分白を狙う全く新しいタイプの下段マーシュゲリを駆使して対抗した。本戦2度の延長戦を通じて、審判の旗は両者に一本も上がらず、三部が試し割判定で白表で勝利するほど、あと一歩まで三日目を追い込んだ。 それだけの実力を持っていたが、山田が入賞することはなかった。その一方で指導者としての山田は1978年8月に、東京上西支部を設立後、全日本選手権で、大西康人、黒沢博樹、増田明、田村義弘、鎌田翔平の5名を優勝、小笠原和彦、森吉十郎を準優勝。 一村直樹を同選手権で何度も入賞させるなど多数の競合選手を育て上げた。指導者として明白楽と評され、上性支部はチャンピオン製造工場とも呼ばれている。第一は大山マスターズが大きく時間を割いていた基本の反復や肩の稽古を現時、ボクシングジムで行われていたスパーリングを取り入れたことである。山田が上性支部を開設した当時、 大戦の本部道場では指導員だった中村誠や三別刑事の下、勝ち負けを争う試合同様、本格的に打撃を与え合う組手を行っていた。このため、本部道場生は打撲や前歯の既存、相互に打ち合った際に、拳が激突し手指を骨折するなどの怪我が絶えなかった。大戦は、プラスティック製の棒を購入し、道場生の組手の際、手に握らせるなどしたが、 解決しなかった。山田の導入したスパーリングとは、勝敗にかかわらず、行うやや力を抜いた組手のことで、安全性が高かった。このスパーリングは、同情勢に極真空手を戦うべき身のこなしをけがなく、体得させた。これらの練習方法の変更は、安全なため、新しい同情勢の獲得にも有効で、同情経営は拡大した。 山田の導入したスパーリングは、上成支部から他の支部に伝播した。第2は、蹴りと突きのコンビネーションの細かい指導をしたことである。山田は、相手左足の内股へ、左足のローキックから始まり、拳によるフックとアッパーのボディブローの指導を行った。また、下段回し蹴りに対する、すね受けの徹底、受け返しの技術などの体系化を行い、これらも指導した。 山田自身は体が硬く、上段マーシュゲリなどの指導を、当時は軽量級だった、鴨志田博久、三羽順、大賀正弘、重量級の大西安人らが代わりに、その指導をした。第三は、極大負荷のバーベルを用いた本格的な、ウエイトトレーニングを最重視したことであった。大戦や三亀同様、山田は、そのようなウエイトトレーニングを好んだ。山田は、 当時効果だったベンチプレスやスクワットの機材を慶応線が板橋の常成支部道場に搬入しバーベルの極大負荷による徹底したパワー強化を指導した。山田の湿った激きによる指導の結果道場生は筋力の増強のみならず著しく体重が増加した。この成果はすぐ地区大会に現れ常成支部の選手はしばしば多支部の選手に圧倒的な 勝利を収めた。当時、オープントーナメント全日本ウェイト制、空手道選手権大会は開催されていなかったので、無差別のオープントーナメント全日本空手道選手権大会では、再延挑戦後に 10kg 以上の差があれば、体重判定で軽い者が勝つことができたとはいえ、体重の重い選手が絶対的に有利であった。1983年の、 第15回全日本選手権で、大西は4連覇を狙う三日目と準々決勝で、対戦して技ありを取り判定勝ちし、その勢いで初優勝を遂げた。以前体制は2年連続で、竹、高光、川畑孝一ら中量級の本部同情指導員に、敗れ、全日本選手権8位内入賞を逃していた。大西が三日目を破った要因の一つが、 極大負荷のウェイトトレーニングによる強大な筋力増強及び見違えるほどの体重増加の成果であった。第4は素質ある上勢のある選手を開拓していた。山田は身長 180cm、体重 80kg 程度の同情生のうち素質のあるものを見抜き多大な援助をしつつ彼らを育成した。山田は情勢支部解説当時、 法政大学法学部学生だった上勢のある大西を食事や生活の世話を惜しまず援助し、卒業後全日本選手権優勝に導いた。以上のような山田の指導によって、上性支部から重量級の選手の全日本選手権優勝者を輩出した。ありがとうございます。